はい、こんにちは。えー、それではですね、えー、今日は楽天グループですね、4755を見ていきたいと思います。えーまあ、最近ですね、えー、この株価の上昇っていうところで、結構注目度もね、集まっているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、えーまあ、その要因とかですね、今後の、まあ、トレードの、ね、戦略っていうところをですね、えー、ちょっと話してみたいなというふうに思います。 で、えっと、楽天グループの今の状況というところで、まあ、会社が出しているですね、決算説明資料から見ていきますと、まあ、この連結のですね、ebitda に関しては668億円の黒字を達成と、非金融事業 ebitda に関しても99億円の黒字ということで、まあ、これ見るとすごいわかりやすいんですけども、まあ、この黄色いところがフィンテックですね、えー、まあ、金融のところ、えー、これがやっぱり稼ぎ会社になっていて、まあ、これがしっかりと、プラス22.7%全期比伸びてますよと、それから、えー、インターネットサービス、まあ、楽天の ところですね、えー、これがプラス19.9%ということで、ここも伸びていると、それから、あまあ、初引っ張っているのがモバイル、楽天モバイルのところですけども、まあ、これもですね赤字幅がかなり縮小をしていますよということで、えーまあ、その財務的なです、ね、健全化に向けて、かなりですね進捗としてはいいのかなというふうには思いますというところですね。 で、まあ財務状況についてっていうところもですね、えー、まあいろいろと書かれているんですけども、まあ結論ですね、えぇ、ー、黒字化に向かって、えー、まあ順調には動いているっていうことが確認できているというような状況です。で、最近ですとですね、えー、このまたモルガンがですね、この楽天グループのところですけども、お強気の格付けで、1100円から1300円と目標株価引き上げているような状況ですので、えー、まあここ、今ですね、持ち合いが続いているんですけれども、おもう一段上に跳ねるっていう可能性は十分高いかなと思います。 思っています で先にですね、えー、受給面のところから確認をしていきたいと思うんですけども、まあ、結論言うと、そこまでですね、受給がいいという感じはしないです。で、えっ、ー、と、まずですね、融資団のところ、この青いラインのところですね、えー、見てもらうと、えーまあ、ここですね、えーまあ、9月の頭ぐらいのところを境にですね、またあ上昇してきていて、信用改ざんがですね、増えている様子っていうのが、まあ、これからもですね、日々見て取れるわけですね。それから、あまあ、回転日数のところ、これもですね、上がってくると、やっぱりスイングトレーダーのですね、 利上というのが多くなりますので、上昇の阻害要因となりやすくなりますと、で、新用山のところですね、出、え、来、ー、高と比較してみても、ですね、えー、やっぱり出来高がです、ね、今、たい2000円中盤、2000万中盤ぐらいだと思うんですけども、まあ、それを上回るですね、改ざん、えー、直近でいきますと4000万株ぐらいありますので、えー、決して時給がいい状況ではないということですね。 で、えー、先週の信用会の、ね、発表を見ても、まあ、3900万でちょっと増やしているような感じですので、えーまあ、受給というところではですね、苦しさはあるんですけれども、ただ、今後のです、ね、上昇というところは、えー、他のところを見てもですね、 えー、見えるかなというふうに思っていて、えー、一つはですね、このモルガンですね、<laughs> 先ほど、まあ、強気判断を出していたモルガンですけども、それが空売りを買い戻しをしているというところ、まあ、これは一つ、好材料かなというふうに思います。で、他のところですね、期間の空売りっていうところもガチャガチャと入っている感じも全然ないので、えー、そこのところはですね、一応、プラス材料として見てもいいんじゃないかなと思いますと。あとは、まあ、今後ですね、その空売りの動向のところですね、これがもしかしたら増えてくる可能性があると思いますので、 まあそこは踏み上げ要因となる,なる可能性はありますから、まあ、ちょっとそこのね、えー、貸し株んなんていうところの動きとかも同時にです、ねえー、見ておくといいかなと思います。で、需、まあ、給はまあそこまで、えーまあ、常にあまりそんなに良くないメーカーではありますけどね、えー、ある程度やっぱり個人投資家あの、えーまあ、人気といいますか、わりとです、ね、個人が触っているメーカーではありますので、まあ、致し方ないところもあるということをまあ踏まえた上でです、ね、まあ、さらに上昇を狙っていくかどうかっていう、そういう話になってくると思います。 で、月足で見ていきたいと思いますけども、まあ月足で見ていくと、こ長らくですね、引きされているこの900円ぐらいのラインですね、こ、えー、このラインっていうところがあ、一応横軸ベースではありまして、でずっとですね、こ、えー、このところ、まあ、2021年ぐらいから下落のトレンドっていうのが続いていたんですけども、まあ、今はですね、えー、そこからあ持ち合い、長い持ち合いをですね、えー、続けた上でですね、 え、上昇に今乗り出しているところになります。まあ、この間ですね、出来高も結構増やしてきていてですね、しっかりとこの今900円のね、ラインというところをサポートしながらですね、まだ上に行けるような格好にはなっているというような状況ですね。それから週足ですね。 はい。週足は,は綺麗なですね、上昇トレンドになっているかなと思いまして、えー、こちらですね、上昇を支えるトレンドラインですね。まあ、ここちょっとイレギュラーがね、8月5日の暴落のところありましたので、まあ、これをなかったと、こういうふうに考えるとですね、割と綺麗なトレンドにはなっているんじゃないかなと思います。 そしてそこに平行に引いたあこちらのですね、チャネルラインに関しても、割と綺麗にですね、えー、ずっと一本化されていて、まあ、今回の上昇のところも一旦このチャンネルラインで跳ね返されていますので、もしかしたら今後もですね、えー、機能してくる可能性っていうのは十分にあるんじゃないかなというふうに思ってますので、一応ラインをね、えー、引いているというような形です。 で、週足で見ると、まあ、上げたものを全部ね、えー、先々週のところで戻していて、で、今週のところですね、えー、まあ、下からギャップダウンでスタートしていて、えー、ここから要戦という形で終わっているんですけども、まあ,あ、本当にですね、この900円のところが今後効いてくるのかっていうところでいきますと、まだ、あいまいちわからない状況でありますけれども、一本ですね、下にサポート、強いサポートがあるっていうのは、まあ、安心材料なので、えー、ここからであればですね、えー、買いやすい、そういった値打ちではないかなというふうに思っています。 で、冷やしですね、えー。見ていきますけども。 はい。まあ、日足で見ていくと、ちょっとこの短期的なですね、暴落からの上昇相場というところが、一旦ですね、トレンド割れをしておりますので、まあ、利確が出やすい位置に今来ているっていうことですね。要は下から買った人たちっていうのが、どこで利確をしようと思ったときに、やっぱりこういうトレンドライン、一本化されたラインっていうのを、まあ,あ、起点にしてですね、ここ終わったところで切ろうっていう風な人っていうのは結構多いですから、まあ、ここのラインを割ったことで、えー、一旦今、難聴な試合にはなっていますよと。 まあただ、先ほどから言っているように、例えば4月10日、それから7月の10日ぐらい、これの,のところですね、高値で押し返されてしまったライン、915円のラインというところが、今回ですね、2回タッチをして、下に抜けていませんので、一応サポートとしてですね、まだ機能はするんじゃないかなと思っています。 それから出来高だまりっていうね、えー、観点から見ても、ちょっと2箇所に注目した方がいいかなというふうに思っていまして、まあ一つはですね、この真下のところの900円ぐらいのラインですね。まあこれより下っていうのは結構ですね、過去にも注文がかなりあったラインですので、まあこれより下に突っ込んでいくっていうのは、えー、まあ下にですね、サポート支えがあるっていう意味ではですね、安心できるかなと思うんですよね。下に下がっていく際には、もう一旦切っておいてですね、えー、ずるずる下がっていくということは、まあ結構 高な売り圧力であるってことにもなりますのでもうこれ以上下を何ピンでですね耐えていく必要は全然ないかなと思ってますでもう一つですね今見えているところでいきますとま金曜日の終値付近でもあるこの950円ぐらいのラインですねまここのところも出来高だまりがありますのでまここからの反転上昇というところは来週ですね狙ってもいいのかなというふうに思いますと で、えー、ともうちょっと詳しく、ですねこの冷やしのところを見ていきますと、まあ、金曜日が駒の形になっているかなと思いますので、まあ、ここで結構ですね入れ替わりがあったのかなと、週、まあ、末要因ということで一旦切った人もいれば、えー、来週に向けてですね、えー、仕込んだ人とかもいると思いますので、ここで株主の入れ替わりというところが、まあ、起こったというふうに考えると、まあ、ここからですね、えー、上を目指すような、そういった動きっていうのが来週あってもいいかなというところですね。 そうすると、第一目標値に関しては、意識されるのが1000円のラインですね。このライン。まあ、これは切り板でもありますので、一旦1000円までの上昇っていうのを見て、その後ですね、1000円を超えていけるかっていうところは、いった状況からですね、判断していくといいかなと思います。まあ、そうすると、前回の高値、1069円のところですね、ここのところも十分狙っていけるような感じになるかなと思いますので、まずはですね、今のこの出来高止まりのところっていうのを、 まあ、下回るとですね、今度900円ぐらいまでの下落っていうところが、ちょっと見えてきてしまいますので、もう一段の調整っていうところも確保しないといけないっていうことですね。まあ、その辺のところは月曜日、スタート位置からですね、判断をして、まあ、場合分けをしておくっていうことで、トレードにですね、備えておくといいのかなというふうに考えております。 はい、ということで、えーまあ、こう最近ですね、注目されている楽天グループ、ちょっと僕もですね、えー、一旦この上昇にはですね、乗り切れなかったんですけれども、えー、いい感じで,ですね、このサポート固めですね、900円のサポート固めをしてくれるんであれば、ですね、えー、よく言われる N 波動というやつですね、N の形、えー、ちょっと書いてみるとこんな感じですね。 こう、こう、こうというような絵の波動ってあるんですけど、まあ、こういう形でえ突き抜けてくれればですね、えー、まあこのモルガンの目標株価のように1300円っていうところもね、まあ、十分目指せるような格好にはなっていると思いますので、えー、ちょっと今後もですね、引き続き注目していきたいと思います。はい、ということでえ今日は楽天グループ見ていきました。参考になったと思っていただけたら高評価、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。